君たちは黒い羽、誰だろうこの人。知らない人だったよね。地元の人ではないね。ここは無人世界のはず。大型の刃物の魔導士、戦闘魔導士か。ああ、俺たちどうも迷子になってしまったようで。迷子？リンボス！我が主。ヤガミ司令？司令？ちっちゃい。そっちの方は？私にもよく迷子だそうですが。異世界渡航の方ですか？こちらは管理局です。ここは管理外世界ですので、渡航には特別な許可が必要なんです。渡航証明書確認させていただいてもよろしいですか？リリー、身分証明は？マリーさんに預けちゃったから持ってない。トム、俺も今は持ってない。それにしてもこの子たちは魔導士か。魔力とは別の力を感じるが。八神ハヤテ司令ですよね。ここはどこです？俺たち突然こんなところに飛ばされてきて、もう一体何の冗談なのかと。あ、私も一緒です。二人いる。この人たちも融合型？確かに私は八神ハヤテですが、司令優はよく。まさかとは思うんですが、今って新暦何年です？新暦、66年？はい。15年も前？それって昔の世界に来ちゃったってこと？いやいや、ありえないから。何なんだこれ、なんかのテストとか？それともフッケバインの誰かのいたずら？とりあえずこの場は一旦下がろう。あ、待って待って。我が主、お下がりください。ここは私が。スタンバイレディフェイズ1エンゲージ。こいつ夜のそば。打ち抜き、夜天の雷。うわ、ウーバク吠えよ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 。ウーバク、ウーバク吠えろ。しまった。この翼、折れる時まで。ディバイダー機能低下、魔力分断ができない。くそ、一体どうなってる。魔導書のページをそんな風に使うのか。珍しい戦闘法だね。とりあえず落ち着いて、こっち来てな。どうするとも。どうするって。管理局嘱託、八神ハヤテと融合機リインフォース。困ってるんなら力になるよ。この人、リインフォース。リイン師匠にしては随分大人っぽいというか。いろいろおかしいよ。ここは一旦引こう。銀十字。
お前たちは。あなたは闇の書の。どうしてここに？あんたに話す必要はないね。主に救われたかなんだか知らないが、闇の書の罪が消えたわけじゃないんだ。だって今はそんな話は。わかっているつもりだ。だが闇の書を呪われた闇の種たらしめていた防衛システムはすでに消え、完成融合機である私が直消滅する。闇の種の運命はそこで終わり、罪の連鎖ももう起きない。いくつじゃそうだろうさ。だけどこっちの気持ちはどうなるのさ。闇の種の呪いとやらで死んだ人、人生を狂わされた人なのに、もう終わったから責めるなってバカ言えよ。ロッテ、やめなってば。私を許してくれとは言わない。罪はこの身で全て背負う。だからどうか。なら、どうしてもっと早くそうできなかったんだよ。スキャンダルウェディフェイズ1エンディング。はい。夜に飛ばす。打ち抜け。野天の雷。ちょっ、ウーバク吠えよ。ウーバク吠えよ。ウーバク、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 吠えよ。ウーバク、ウーバク、吠えよ。ウーバク、ウーバク、吠えよ。この翼、折れる時まで。私がお前たちの教え子を殺したんだったな。そしてお前たちの父の人生を狂わせた。そうだよ、クライド君のことも父様のことだって。ロッテ、いい加減にしろ。どんなに責めたってなくした過去は返ってこないんだ。私たちがやるべきは恨み事を重ねることじゃない、前に向かって進むことだ。てるけどさ、襲いかかったりして悪かった。ただやっぱり私たちはあんたを許してるわけじゃないし、これからも許すことはないと思う。こっちも今仕事中なんだ。お互い邪魔はしないように行こう。ヤガミや従者たちにもそう伝えておいてくれるとありがたいよ。今リーゼたちと戦ってた？はい、少し。そう、なんか言われた？特に何も。彼女たちも独自任務があるとかで、互いに邪魔をし合わないようにしようと。そうか。お、また揺れてる。空間振動。はい、魔力収束反応も。またマテリアルたちが悪さしてるんかな。行こう、リンフォース。はい。見つけたぞ、マテリアル。はあ、誰かと思えばポンコツ融合機ではないか。何の用だ？
我が軍門に下りにでも来たか。お前たちに話を聞きに来た。話？私は闇の書の完成融合機だが、砕けへの闇という名に心当たりがない。それは一体何なんだ。そしてお前たちはそれを手に入れて何をしようと。貴様は野天の書創生時代からのシステムにもな、知らぬのも無理なかろう。我らや砕けへの闇はもともと貴様の管制下に入ってしまわぬよう作られている。野天の書を乗っ取って我らの力とするためだな。やはりそうか。とはいえ我らマテリアルと砕けへの闇は長い休眠に入ってしまった。我らより後に混入され異形の成長を遂げた防衛システムによってな、長く長く不遇の時を過ごした我らシュテルもレヴィもだ。そうか、それはすまないこと。貴様に謝られる筋合いはないな。我は王ぞ。我が波動は誰にも媚びぬ、故に誰にも邪魔はさせぬ。スキャンダルレヴィフェイズ1演技。来い、夜に飛ばす。あー、打ち抜け、野天の雷。空爆吠えよ、空爆吠えよ、空爆吠えよ。あと少しだけ飛んでいた。尺に触る。まだ我が力が戻りきっておらぬ。お前と戦う気はないんだ。ただ少し話を。貴様と交わす言葉などない。我はただ我のなすべきことをなすだけよ。